はい、こんばんは。今日は2013年度の1月、つまり2014年の1月か。高2の真剣文字です。これちょっと難しいですよ。3次関数 fx イコール x3 乗プラス ax2 乗プラス qx プラス1があり、f' 2がマイナス3を満たしていると。また y イコール fx のグラフを c として、y 軸上に点 p、0k を取ると。ただし k は実数であると。1番、a の値を求めようと。2番、C 上の点 TFT における C の接線が点 P を通るとき、K を T を用いて表せと。3番、点 P を通る C の接線が3本あるとき、K の取り得る値の範囲を求めよう。またこの3本の接線のうち、傾きが負であるものが1本だけあるとき、K の取り得る値の範囲を求めなさいと。これがちょっと難しかったかな。傾きが負であるものが1本だけあるとき、K の取り入る値の範囲、ちょっとこれが難しかったかな。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ行きます。で1番、じゃあ FX 項ですね、微分して項で F' 2がマイナス3なんだから、もう普通にこれ2入れてください。 2入れていって、回答は A がマイナス6といいですかね。で2番、じゃあ1番より FX はこうなりましたね。で F'X こうなったと。で接線の方程式今から求めます。じゃあ、接線の方程式は、x 座標は t なんだから、接点が。じゃあ、これ t 入れたのは傾きですね。これ傾き。で、x から t を引いて、y からこの ft、ft これだから、ft を引いてください。すなわち、こうなると。で、これが 0k を取るんですよね。0k を取るから、x に0、y に k 入れてください。回答。k イコール、マイナス 2t3 乗プラス 6t2 乗プラス1と。まあ、これ後で使うので、点点1ですね。点点1と。ですか。これ後で使います。で次3番なんですけども、3番ちょっとめんどくさいですよ。かなりめんどくさいですよ。まず、GT、まあ、そのさっきの右辺の部分、その2番の、だから点点点の1番の右辺の部分を GT とすると、1を満たす、つまりさっきの2番の回答ですね、1を満たす異なる実数 T が3個存在するとき、つまり Y イコール GT のグラフと直線 Y イコールの K の共有点が3個存在すればいいとですね。だから K イコールこれだったんだから、これのグラフを書いて Y イコール K とぶつけて、まあ要はポイントはね、この Y イコールこれを書くだけ。ポイントはいきます。じゃあ G'T はマイナス 6T2 乗プラス 12T でこうなります。で G'T が0の時は T が0と2だから、増減編はこうなりますね。ちょっとこれ書き間違えたんだけど、増減編はこうなると。じゃあ実際この Y イコール GT をグラフにします。こうですね。こういうグラフ。で、y イコール gt のグラフが左の図と。で、このグラフと y イコール k がぶつかってるその k の範囲、3点ぶつかればいいので、3点。3点ぶつかればいいから、こういうやつですね。1個、2個、3個、3個ぶつかってると。で、考えればいいので、k は、1から9。これは回答です。で、これを点点点2とすると。あとで使います。で、次。次がややこしくて、また、接線の傾きが負って言ってるんだから、ft、f't が負ってことですね。で、それ解いてみると、t が1から3になると。したがって、まあ、これ、点点点点点3ですね。したがって、点 p を通る c の3本の接線のうち、傾きが負であるものが1本だけあるのは、2と3、これ3ですね。2と3の条件のもとで、1を満たす実数 t が1個だけあればいいと。1を満たす実数 t が1個だけ存在すればいいと。いいですかね。そしたら、こういうグラフ。だから、t が1から3の間、さっきは、範囲なかったけど、今回は1から3の間ですよ。1から3の間の、これ3番の、これ3番の条件使ってるだけ。この間で、さっきのグラフのここだけ見ればいいと。で、y イコール k が1個だけぶつかってればいいと。1個だけ。だから、2番と3番の条件下で1を満たす実数 t が1個だけ存在すればいいと。って考えればいいと。そうすれば上の図より k は、1より大きくて k 以下、あ、5以下との時とですね。だから、k、y イコール k が、これが1ですね。で、1個だけ存在すればいいんだから、これ5なん、書いてないけど5なんですよ。書いてない。これ5。いいですかね。いいですかね。はい、それは回答です。だからこのグラフが書ければもう OK です。はい、じゃあ、ちょっと難しかったかな。じゃあ、以上です。まあ、2番、
括弧2までちゃんとできればいいと思いますよ。括弧2番、もしくは括弧3番の前半までね、分かってくれれば。はい、ちょっと3番難しかったかな。じゃあ以上です。